皆さん、こんにちは。メディカルイージス合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなのですが、看護師2年目。新人看護師よりも仕事ができないっていう悩みについてお話しさせていただきます。まあ、今、看護師2年目で新人看護師さんが入ってきてですね、一緒になってですね、仕事をしてて、新人看護師さんよりも自分が仕事できないじゃないかっていう不満があったり、新人看護師さんの質問に対して何か答えられなかったり、自分まずいんじゃないかなって思ってる方、中にはいると思います。このようにですね、新人看護師さんがこうやって質問したいんですけど、こうやって一生懸命説明してもなかなか伝わらなかったり、また自分が理解深まってない部分があったりして、自信がないなって思ってる方いると思いますが、で、これでですね、まあ、2年目の看護師さん、新人看護師さんも教えられないのよ、みたいな感じで、こうやって軽いいじめみたいなことにもしかして合ってる人も中にはいるかもしれませんが、基本的にはですね、仕事ができないって、2年目っていうのは、できるのは基本的に無理なことなんですけど、それはどうしてかっていうことに、について本日お話しさせていただきますので、もしよければ最後までご覧ください。本日の目次なのですが、まず初めにですね、自分は人よりも仕事ができないかもって思った時どうすればいいか。じゃあ2番目ですね、仕事がそのできない看護師さんの解決策、どのようにしていけばいいのかについてお話しさせていただきます。で、次にですね、最後3番目、今日からね、始めるべきこと。まあ、今から始めるべきこと、どのようなことをしていけばいいのかについてお話しさせていただきます。で、まず初めにですね、自分は人よりも仕事ができないかもって思った時はどうするかっていうことなんですけど、まずどうしてこのようなことが起きるのかっていうことで注意していただきたいんですが、まず初めにですね、周囲のコミュニケーションが苦手。まあ、周囲との方とですね、コミュニケーション、皆さんどうですかね、苦手な部分があるかもしれません。看護師っていうのはですね、コミュニケーション能力というのはとても重要になっていきますので、あまりですね、周りの人と会話しない状態だとですね、仕事ができないというか、仕事のことを把握できないっていう場合があります。で、やはりですね、それはそういうことをするとですね、自分と良好な人間関係をやはり築けないっていうことで、信頼関係が取れないっていうことになってしまいますので、やはりですね、コミュニケーションが苦手な人は仕事ができないっていう場合になります。で、次にですね、時間をうまく使えない。まあ、看護師2年目なんで、時間をうまく使えとか、優先順位はどうすればいいのかっていうのは考えるのはとても難しい部分もあるかもしれませんが、で、やはりですね、こういう人はですね、残業ばかりしている人ですね。で、残業ばかりをすれば、自分は仕事をしている、自分は仕事ができるっていう感じがしている人が中にはいますが、まあ昔はですね、なんか長く働けば、残業とかばかりすればですね、なんか評価されるみたいなことをよく言われてましたが、まあ今の現代はですね、残業ばかりしてる人はですね、時間うまく使えないっていうことで、そういうことでですね、あまり仕事ができる人と思われません。次にですね、仕事をする理由が明確ではない。まあ、ただただ言われたことをやってるだけっていう人はですね、仕事ができないっていうふうになります。これはですね、問題解決に取り組む姿勢がないっていうことで、まあ、ただどうしてやったら問題解決できるだろうって周りの人と考えたり、そうやってなんか自分なりのアイデアがすぐ出してコミュニケーションを取れる人はいいんですけど、ただ言われたことをやってるだけとか、ただ知ろうとする姿勢がないっていうことではですね、仕事ができない人と思われます。私は主にですね、病院のゴミ問題について活動しております。病院のですね、リサイクル化が遅れている、CO2 削減が遅れている、感染性医療廃棄物の院内処理が遅れている、この病院様の問題点を解決するためにですね、病院のリサイクル推薦会社を設立いたしました。また私の方でですね、
5大特典プレゼントでして、電子書籍3冊と無料レポート2冊プレゼントのを行っております。こちら欲しい方はですね、LINE アットの方、登録の方よろしくお願いいたします。2年目ですね、仕事ができないことは基本的には気にしなくていいんですけど、仕事ができないっていうことで、じゃあどのように解決をしていけばいいのかっていうことで、まずはじめにですね、一つでも自信を持って行える業務を見つけるってことで、まあ基本的に新人看護師さんとか他の人にはですね、なんか質問されても、この業務だけは絶対大丈夫っていうものをですね、一つでもいいので自信を持ってできる業務を見つけてください。別に一気に2個も3個も全てできるようにならなければいけない。まあならなければいけないかもしれませんが、一気にはさすがに無理ですので、一つずつ行っていくようにしてください。次にですね、出勤時と休憩時の仕事の優先順位を身につける。で、これもですね、優先順位っていうのは、まあ、いろいろ皆さん仕事あってですね、それぞれ、まあ、優先順位わからない、どれを優先順位にしてわからないっていう場合も中にはあると思いますので、それはどん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 仕事をしていけばですね、慣れていく部分ですので、仕事の優先順位をですね、どれを優先していけばいいのかということを考えながらですね、仕事をするようにしてください。で、次にですね、プライベートの充実をさせる。まあ一番これも大切ですよね。何か楽しみか、仕事はやるのはいいんですけど、何か楽しみがないとですね、やっていけませんし、プライベートもやはり充実させないとですね、仕事として、モチベーションとして、長く仕事できませんので、プライベートを充実させることも重要です。で、最後なんですが、今日から始めるべきことっていうことで、まあ、今からすぐ始めるべきことはどういうことをしていけばいいのかっていうことなんですけど、まず初めにですね、しっかり自分を褒める。まあ、自分のことはですね、仕事ができたら自分で褒めてあげてください。まあ、自分で褒めるっていうのは、なんか気持ち悪い部分もあるかもしれませんが、やはりですね、自分ができたってことは自分が成長してるってことですので、それはもう全然褒めていいです。褒めるって言っても、まあ帰る前にですね、コンビニでなんかケーキを買うとかデザートを買うとかということで、そういうことでも褒めるっていうこともしてみてもいいと思います。このようにですね、グッてって感じで自分のことを褒めてあげてください。で、次にですね、勉強方法を見直す。で、勉強方法をですね、今やってることが正しいかどうかっていうことをですね、見直してください。まあ、私のちょっと YouTube チャンネルでは勉強方法を何本か出してるんですけど、やはりやり方は人それぞれですし、覚えるやり方は人それぞれなので、まあ YouTube チャンネル私の方で勉強の方法を下の方、概要欄に貼っときますので、まあ何か参考になればいいと思いますので、その動画を見てですね、勉強方法を見直すっていうこともしてみてください。で、次にですね、ミスや不明な点はその日のうちに必ず解決するっていうことで、そうですね、もう今日なんか不明な点とか不安なこと、わからないことがあればですね、もう今日のうちにですね、必ず答えを導き出すっていうことをしてみてください。こうやってですね、後回しは絶対ダメです。後で調べりゃいいやとか、今日は疲れたからいいやとか、そういうことをするとですね、ずるずるずるになってしまって、やはり仕事ができない人って思われてしまいます。で、わからなければすぐ先輩に聞けばいいですし、先輩に聞いて、先輩からはまあ Google で調べてねとか言われたら、 Google で自分で調べてですね、わからないこと、聞かなくてはわからないところは必ず聞いて、必ずその日のうちに解決するようにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信を主にしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Twitter の方では基本的な看護技術のポイントや、看護師さんあるあるなど配信しておりますので、もしよければフォローの方もよろしくお願いいたします。本日は以上です。